成人の日に横浜市の会社から振り袖が届ず晴れ着を着られない新成人が相次いだ題で、来年の成人式に向けてこの会社が振り袖を購入し、返却されないままにな。神奈川県横須賀市に住む19歳の女性は、来年、成人式のために、晴れの日から、廃止、預けていた振り袖と帯が戻らなくってます。横須賀市内にあった、晴れの日の、ほで、振り袖や帯、バッグなど一式をあがな、しました。およそ40万円の代金は父親、支払い。女性の携帯電話には、購入の際。式まで預かってほしいと伝え、今回の問いを受けて改めて電話したところ連絡がつ、ないということです。女性は、ぶりを、廃した時のことについて、友達、一緒に祝う思い出になるものなので、楽、身に選びました。父親は、一生に一度の、ので、手元に残った方がいいと言い嫌な、押せずに払ってくれました。今の心、について、自分で選んだ振り袖、来てな、式に出たかったです。まずは帰ってほしい。無理ならば、お金だけでも返し、ほしい。会社にはどうしてこうなったのか。